はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーション代表のミキゾウでございます。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。そして、はい、企画部の池田さくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ミキゾウ、なんかちょっと昨日食べたものに当たったのかお腹が痛い。なのでちょっと元気がないのはそういうことです。はい、ですけれども、今日は YouTube を撮るって決めてたんで、張ってきました、はい、ありがとうございます、はい、ミキゾウに聞けのコーナーでございます、はい、いくつか質問が溜まってるそうなので今日またお答えしている最中でございますが、はい、ぜひ次の質問は何でしょうか。はい、はい、いきます。私は今飲食店で接客業務をしているのですが、どんな職業であっても抜きんでた人っていますよね、うんうんうん、ちなみに私の職場でも社内の人間はもちろんお客様からも一目置かれている熟練の先輩がいらっしゃいます、うんうん、私はヨガの指導者ではありませんが、うん、ヨガ指導者という点において一流と呼ばれる先生方はどんなことをされているのでしょうか、うん、気になりますという質問です。いい質問だね、うん、一流の共通点ってことだよね、うんうん、どうですか、こうやって振ってみてもいいかなどうですか、一流とはみたいな。そうだな、うん、先生方、うん、まあなんかやっぱり、うん、めちゃくちゃ勉強してる。ああ、めちゃくちゃ勉強してる、うん、そうだね。だ、一流の人で勉強してない人はいないね、はい、確かに。ほんほんほん、ヨガの先生ってことですよね。そう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 、なんか、まあ、確かにヨガジェネにはたくさん一流の先生いらっしゃいますけど、うん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 、そうだな、なんか生徒さんが今どういうものを求めてるのかっていうのをすごい、なんだろう、常に考えて動いてるっていう方が結構多いなっていう印象はあります。確かに、うん、なんかこれはちょっとあれだな、動画に残すのはあれだな、こんな話をしてやる。いやいやいや、要は一流のなんかなり方ってあるのかって聞かれると、それは結果論であって、なり一流になり方を教えてくださいって言われてもなんか答えにくいんだけど、結果わかんないけど、このヨガの世界で一流って呼ばれ方ってあんまりしないけどね、なんか有名な先生ってしょうかっていうのは何人もいるわけじゃん。じゃあその人たちがどうやって生まれたかっていうのに関しては、まあ、僕結構ドライな部分もありまして、こう見えてウエットに喋ってますけど、ただ、その世界に早く入ったからっていうだけで、有名っていう有名もあると思うんだよね、うんうん、まあビジネスの世界では先行者利益を取るっていうイメージもあるかもしれないけど、はいはい、で今のご質問ってどっちかというとヨガが、もう17年ぐらいかな、ビッグバンが起きて、もうすぐしたら20年ぐらい日本のヨガの近代ヨガの、まあ、ブームができてね、20年ぐらい経つんだけど、その今じゃあ業界に入ってくるのと20年前に業界に入るのとではなんかちょっと違うじゃん、うんうんうん、要はさ、さくらは20年前にヨガを始めてて、今アシュタンがやってるじゃない、めちゃくちゃ頑張ってたらいやかなり有名になったと思うよそうです、だからそういう意味でただ早いという、まあその運命だよね、その人が持ってた、はい、持ってるものだよね、たまたまそこのタイミングで入ったから、そのわーって階段に、流れにね乗れたっていうのもあるけど、なんかそこの話じゃない気がするんだよね、今の質問って、ね、なんかじゃあ今業界にこう入ってきた人が、まあ言ったら有名っていうか一流な先生になっていくっていうのに共通項があるかっていう意味では、なんか僕の中に今こういう名詞はあげないけど浮かんでる先生たちっていうのは、この10年ぐらいだから、ね、そのもうキャリア30年とかじゃなくて、この10年ぐらいで注目を浴びてる先生ってじゃあどういう人なんだろうっていう意味では、はい、いくつかあるなと思って、あのね、めちゃくちゃ探求心がある、探求心っていうのは言葉をどんどん変えていくと、例えば創意工夫ができるとか、なんでだろうって思って、こう、へえそうなんだってあんまり言わない人たちのこと、へえそうなんだってこういうふうにこう右から入って左に流すんじゃなくて、それってどういうことみたいな感じでこう何か
自分の中で引っかかりを持って、でそれを自分でこう調べていってとか、うんうん、まあ、自分の身につけていくみたいな探求心があるのと創意工夫がある人、うん、あとは何だろう、まあ、これは全部に共通することだと思うけど、全員最初はど素人なわけじゃん。そうですね、じゃない、うん、だからそういう人たちってめちゃくちゃトライアンドエラーをしてるような気がする、うんうん、僕今3人ぐらい、あ、僕が、あ、この先生は本当素晴らしいなって思う人たちって、はい、まず行動力があって、うんうん、で行動力があるだけではうまくいかないわけよ。行動力があったとってうまくいかないときはうまくいかないのよ。みんな失敗するわけ最初で、その失敗の仕方が、うん、なんだろうな、ただ転んで痛いって言ってるだけじゃなくて、ただでは起きないっていう、うん、要は失敗から何を学ぶかっていう人でやってる人が多いなって、今この3人ぐらい浮かんでる人たちには共通項があるなって。で、この3人はたまたま寝垢だね。あんまりくよくよ考えない人だね。で、失敗しても、あいたーじゃなくて、なんで失敗したんだろうって、で、次はうまくできるようになろうみたいな、ポジティブにすごい考えてる、行動してる人が多くて。うん、で、そこに、探求心と創意工夫があるみたいなのが、うんうん、今イメージしてる人たちはそうやって多分階段登ってこられたんだろうなっていう、うん、で、あとはもちろんありますよ、持って生まれたもの、カリスマ性だよ、うん、今できるだけピントを合わせたいのは、そのカリスマ性って言ったらなんか身も蓋もないじゃん。そうですね。その私が持ってなかったらアウトみたいな感じのガシャンってシャッター降りるのが嫌だったからそれは言わなかったけど、ありますよ、やっぱり生まれ持ったカリスマ性っていうのはある。うん。で、カリスマ性がもともとある人が探求心とか創意工夫があったらもう超絶一流になるわけよ。うんうん、けど、そんなのは稀。僕が今思い描いてる人たちは、自己努力によってその自分で階段をこうちゃんと登ってこられた人を今イメージしてる、うんうんうん、本当は名前挙げてこの人のことですよって言いたいけど、まあ、それはちょっといろいろざわつかすのもあるので、今3人ぐらい思い浮かべてる人たちは、はい、そうだな、行動力があって、うん、うまい失敗の仕方をしてて、うん、そこに失敗に対して分析があって創意工夫があって、まあ、次の行動が連鎖していくみたいな人が多かった、うんうん、あとは今この3人に今共通してるのは礼儀正しさもあったかな。なるほど、うん、人に対するマナーというか、うん、あともう一つはこの今思い浮かべてる人たちは、まあ、もちろん例えば3000円でヨガクラスを提供するっていうね、クラスがあったとして、その3人は常に3000円以上のものを渡したいってなんか思ってる人が多い気がする。うん、うん、要はお金を払ってきていただいてるんだから、それ以上の、うん、まあ効果体験をぜひ提供したいと思ってる人たちが多いかな。うん、3000円だったらこれぐらいかなみたいな、そういう考え方もあると思うよ。3000円分のサービスを提供するっていうのはもちろんなんだけど、たまたま降りてきた3人ぐらいの先生はいつも大盤振る舞いだなってやってる人が多いかな、うん、みたいな感じです。ちなみにその3人は、はい、30代40代50代って感じです。お3人30代40代50代それぞれに、あ、素晴らしいなみたいなです。気になる。ヒントになりましたでしょうか。なんかぼやっとしてたかな。うん、大丈夫だと思います、うん、ですか。はい、なのでぜひ失敗はみんなしますよ。で、僕のおすすめは早めに失敗した方がいいね、うんうん、キャリアが長くなれば長くなるほど失敗できないんじゃなくて失敗するのが怖くなるはずです、うん、なので早めにアクションしてトライアンドエラーで繰り返した方がいいかなと思いますが、はい、いかがでしょうか。もうミキゾー44になりまして、今年45なんですけど、失敗するの怖い。もうこれがね、年いくね、最大のデメリットなんだなって思ってます。チャレンジできるんですよ。40代になっても50代になっても60代になってもチャレンジできるんですけど、明らかに20代の僕と違うのは、
チャレンジに対して結果がもしダメだったらどうしようっていうのを20代の時はやった族でね、パーンってアクションして、ダメだったらダメだった時に考えればいいじゃんって思ってたのに、今は全然ダメだったらどうしようだよです。なぜなら立場がやっぱりそういう立場になって、僕社長ですし、これダメだったらこの子たちどうやって食べさせていこうみたいなのを考えると、やっぱりアクションね、こうわってこう一歩踏み出す踏み出し力が年を取るってことはなくなっていくんだみたいな、そこがね、そういつも、いや何歳になってもチャレンジはしなきゃいけないって自分で鼓舞してるつもりなんですけど、なんか20代とかね30代前半の踏み込みの力よりはだんだん踏み込みが浅くなってるのは分かってます、はい、なのでヨガの指導を今から始められるとか、まあヨガのプロフェッショナルにね、指導者になって頑張ろうって今思ってる方は、もう早めにアクションされた方がいいんじゃないでしょうかということで、はい、あともう一つ、若いっていうだけで、そのなんていうかな、言葉が適切かわからないけど、正しい評価を受けてないんじゃないかって悩む人多いんですよ、20代の先生とか。要は昔、まあこれもまあこういう名詞は出せないですけどね、それで悩んでる子がいたわけよ、僕が一緒に仕事してるヨガの先生で、はい、そう、彼女なんかはね21、2歳から先生になって、27歳の時点でもうキャリア5、6年経ってるのに、27歳っていう若いだけで、まだ何々ちゃんは若いからねみたいな感じで、でも変な話、40歳でヨガの先生始めてキャリア2年経つと、なんか40歳という見た目でなんか先生っぽく見られて、その子はよくそれで悩んでた、その私はただ若いから正当な評価をね、もう例えば40代の先生よりも私の方がキャリアは随分長いのに、まあ舐められるって言ったらあれ語弊があるけれども、なんかそういうちゃんとした評価をしてもらえないって悩んでる子がいました。でそれはね、嘆く必要はなくて、まあ、こんな言い方したらね失礼かもしれない、しゃあねえだろと、見た目若かったら若いねって言われるのはしょうがない。だからこそ僕はそこにネガティブに捉えるよりは、若い時にしかできないのって、なんだろうな、ミスを許容してくれるわけですよ、世の中は。だからバカのふりしろとは言わないけれども、若さを武器にする行動を取られたらいいなと思うし、今度逆ね、50代からヨガの先生なんてできるんでしょうかって悩んでる人がまた多いわけ。これすげえないものねだりだなと思ってて、50代の人は若さがないからヨガの先生できないって思ってるわけよ。で、若い20代の子は説得力のある風格が欲しいって思ってるわけよ。これないものねだりなんですよ。要は50代は20代が欲しい欲しいって言ってる人間の深みだったり、まあ、人生のこう厚みだったりをもうすでに持ってるんですよ。なのであとは真摯にヨガと向き合って、その、ヨガで伝えることと自分の人生を振り返った時のなんか本質なんて似てるわけですから、ね、なんだろうな、若い子もさちゃんと武器を持ってるし、50代60代でもそのもう生きてきた証っていうのがヨガの指導では生きてきますので、はい、そこはポジティブに双方捉えたらいいんじゃないでしょうか、はい、はい、ありがとうございます。まあ、今日も誰の何に役立つか分かりませんけれども、質問にお答えしましたと、はい、こんな感じでいつもご質問をお待ちしておりますので、うん、何か感想と一緒にご質問があればコメント欄に残しておいていただければと思います、はい、今日は以上になります。はい、ありがとうございました、はい、それではポッド。